はい、ということで、ニアオートマタ、パート6ですね。やっていきます。最近ね、ちょっとバイオハザードをやってて、実はあんまできてなかったんですけど、先々日ぐらいに終わったんで、オートマタをね、続きやっていこうかなということで、まあ、実際そのくらいちょっと間隔が空いてるんですけど、まあでも内容は覚えてるんでね、あとちゃんと見返したんで動画を。まあ大丈夫かなと思います。ここ入っていきましょう。前ここ来ましたね。開いてない。じゃあ上行きます。ビーン。ここは落ちたら危ない。で、こっち行って。かわしていきます。これなんだろう。ここは来たことないかな。あー、で、ここ開かない。ん？こっちで合ってるのかな？ビーム。あ、ここもらってきた。ダメだ。ああ、なるほど。こういうルートでも行けるってことか。ということはこっちで合ってる。合ってんのかな、道。ああ、来た。あ、暗くなったな。せい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 。せいせいせい。せいせい。ここ降りてくのか。こっちだね。
ああ、こうやっていたな。こっちじゃないのかな？なんか心配になってきた。ヨルハの遺体。あ、あった。確認。ヨルハ B 型捜索中の 11B の遺体。こんなところに落ちていたのか。 11B ブラックボックス信号は確認できず、ブラックボックス本体に致命的な損傷があるため修復も不可能。そう。推奨。使用可能な武器を回収。また記憶領域内に断片的な記憶データを確認。脱走計画。重大な規定違反。しかし当該機体の死亡により処罰の実行は不可能。武器はバンカーにいる 16D に渡そう。あー、マジか。お、なんかある。おお。じゃ、砂漠の中央から目的のね、どこまで行きましょう。さあ、で着きましたね。ここから目的地のここですね。ここに行きたいと思います。ここのね、どっかに。これは。あ、ポット。推測。所有者が何らかの理由でセーフモード状態で投棄。どんな事情で捨てたんだろう。再起動して使えるようだったら私を管理者に上書きできるか試してみて。起動確認。アクセス成功。所有者の上書き登録成功。特殊兵装が使用可能。お？おお、すごい。ブラックボックス信号健在。生命活動の継続を確認。ポット、チェックモジュールとロンリーウイルスワクチンを。信号はバンカーに送ったから救援はすぐに来ると思う。あ、
ありがとう。我々は同行していたユーハ機体ラインエースを捜索している。情報があれば提供してもらいたい。どんな情報でもいい、お願い。ラインエース、あなたと一緒にいた男の子、あの子なら確か爆発時に飛ばされてた。方角は落下予測地点のデータを渡す。ありがとう。救援部隊が来るまで安静にしていて。目標地点の情報を入手。マップにマーク。あらら、ああでも生きててよかった。ここが 9S の落下予測地点。微弱なブラックボックス信号を検知。地下洞窟内方向からの受信。やっぱそうだ、この先っぽいね。邪魔よ。ライトつけます。こんなところにアンドロイドの遺体。ブラックボックス信号は検知できず。こんな奥まで 9S が入ってきてるのか。警告、敵の罠の可能性。罠でも構わない。おーっとやっと進んだ。違うね。うお、なんだこれ。ここは一体。検知。ケイ素と炭素が含まれる結晶状の物質。詳細についてはどうして死体が。ヨルハ部隊員が自力で侵入した可能性は低い。予測、意図的に敵によって配置されている。ようこそ我が町。私は、私たち機械生命体は人類に興味があるんだ。愛や家族、戦争や宗教、人類の記録を読み解けば他に例を見ない複雑さに魅了されるばかり。この町もそうした人類への渇望が生み出した場所の一つ。君たちアンドロイドの墓場にはもったいない崇高な場所だろう。私たちは人類の特徴を学び模倣する。あるものは愛を、そしてあるものは家族。そして私は気づいた。人類の本質は当然戦い、奪い、殺し合う。それが人間だ。その口で人類を語るな。崇拝する人間たちの気を悪くした。気を悪くした。だがそれが真実。私は人類の本質に到達した。ネットワークにつながれた私たち機械生命体。だが無限に続くデータ、生の実感は死ぬかな。理解できない。だから私は命を懸けて戦うことにしたんだ。
ネットワークから自分を切り離した。さあ殺し合おう。ちょっとアイテム使います。強化系のアイテムでこれ、お前なんかに関わってる暇はない。ナイエソ、ナイエソを探す。ああ、ナイエソ。どう。たまらないよ。ナイエス！君のために用意したんだ。戦うためにはそれにふさわしい理由が必要だろう。貴様殺す。そうだ、その感情憎悪だ。来い、てめえ。すげえ胸熱な展開だった。どうだ。ちょっとね、あ、アイテム使えないのか。いいぞいいぞいいぞ。ここで、修理。で、こいつも、あ、これ回収。蘇生できるからいいな。これが、しかも、暗くて冷たい。ナイエス！そうか、ナインエスは大変だったな。言われた通り、ボディごと君たちの司令部に打ち上げておくよ。ありがとう。え、何か。君の口からそんな言葉を聞くなんて意外だな。まあいいさ。あと伝言がある。君たちの司令部が連絡を欲しいってさ。分かった。うん、こちら 2B 司令官につないで。あ、
ルビーさん、了解しました。ちょっとお待ちくださいね。ルビーか、敵機械生命体。コードネームアダムの破壊。ご苦労だった。分析の結果、奴らのネットワークシステムの半数をアダムが管理していたことが判明した。ネットワークを破壊された機械生命体は弱体化するだろう。司令官、ナインエスは？ナインエスはこちらでデータオーバーホールを行う。問題がなければまた君と同行してもらう予定だ。よろしくお願いします。ナインエスが動けない間、君には別の任務を頼みたい。内容をメールしたので確認してくれ。了解。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。生命体たちの投稿かって言っても、出会ったらすぐに殺しそうだけど。提案、同族である機械生命体パスカルからの情報入手。なるほど、パスカルなら何か知ってるかも。もしもし、聞こえる？パスカル。ああ、トゥービーさん、どうしたんですか？最近の機械生命体の動向について何か気づいたことがあれば教えて。最近の機械生命体の動向ですか？そういえば2日前、中央ネットワークから外れた機械生命体たちから和平協定の連絡がありました。和平協定？ええ、ネットワークの支配から逃れた者たちがこの村と同盟を組みたいと。ならパスカルの村に合流すればいいだけなんじゃ。いえ、すでに大きなコロニーを作っているそうです。コロニー？はい、廃工場に逃げ込んでいるようです。興味があるようでしたら場所を転送します。お願い。私もそろそろ話しに行かないといけないと思っていたので、現地で合流しましょう。了解。目標地点の情報を入手。マップにマーク。はい、ではね、今日はここで終わりたいと思います。よかったらね、また次回のニアオートマタで、お会いできたらいいなと、思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。